クシュ、皆さんこんにちは、加藤です。今回はエヴァの映画を見てきましたので、そちらのね、ネタバレをですね、あえてやっていきたいなと思います。いや、本当にね、すごい映画でしたね。でも、ツイッターなんか見てるとですね、ネタバレをしてる人はまあ少ないんですけど、すごかったと、予想以上だったと言ってる人が多くてですね、正直僕も全く同じ感想というか、本当に見に行ってよかったなと思いました。で、これからね、実際に映画のストーリーとかね、何が起きたかみたいなことを具体的に話していくんで、ネタバレをね、見たくない方はここで再生を止めて、欲しいなと思います。で、まずね、やっぱ最後のシーンが、めちゃくちゃすごかったんですよ。で、やっぱエヴァ好きな人たちのためにも最後のシーンについては、まあ、言わない方がいいのかなと。ネタバレはするんだけど、最後のシーンは、まあ、言わない方がいいんじゃないかなと思うので、あえてネタバレはするんだけど、最後のシーンについては言いません。ぜひね、映画館で見て衝撃を受けてほしいというか、楽しんでほしいなと思います。でね、元グレートバッツの、人間なので、相方に連絡してですね、まあ、ちょっと久しぶりに会おうよと、エヴァ見に行こうよみたいな感じで誘ったんですけど、まあ、ちょっと忙しくて行けなかったので、人気ラッパーのね、ドタマっていう、まあヒップホップ好きな人だったら絶対知ってる、まあ、今日本で一番人気のあるラッパーなんですけど、ドタマとね、まあ、結構仲良くて。ドタマと見に行ってきました。で、ドタマと新宿で待ち合わせて、まあ、見に行ってきたんですけど、まあ、ドタマは正直、まあ、エヴァはあんまり興味ないみたいな感じで、まあ、エヴァ自体は知ってるんだけど、まあ、ちょっと僕は芸人じゃないですか、吉本の芸人なんで、まあ、ちょっとそのラッパーとね、日本で、まあ、一番人気があるって言ってもいいラッパーのドタマと、で、まあそんなに売れてない吉本芸人のね、加藤、僕とですね、まあ、ちょっと見方は違うと思うんだけど、まあちょっと結構温度差がある感じで見に行ったんですよ。でも、映画始まって、で、初号機がですね、結構やばくなるシーンがいきなりあるんですよ。まあ、いきなり始まるというか、もうそのシーンでドタマが、ちょっとなんでかよくわかんないんですけど、多分、感情移入しちゃったんでしょうね。結構なんかこう、おーみたいな感じになって、で、俺も結構その初号機の方に釘付けになってたんですけど、ドタマがあんまりにもこう興奮するんで、あれみたいな、どうしたお前みたいな、ちょっと映画とドタマ両方見なきゃいけなくなっちゃってたんですよ。で、まあでもまあ楽しんだだけだからいいかなみたいな感じで、まあ見てて、で、そこから初号機がですね、まあ動かなくなるみたいな、まあ、やられてしまうんですよね。で、その首都がですね、まあ、ちょっとその結構大量に出てくるみたいなシーンがあって、その、まあ、首都がですね、結構グロいんですよ。で、ちょっと気持ち悪くて、で、ちょっとなんて言ったらいいんだろうな、捕食するみたいな、人を捕食するみたいなシーンがあって、で、それが結構グロくて、そのお客さんもうわーみたいな、うわーみたいな、結構やばいなみたいな、見たくないなみたいなシーンがあるんですよ。そしたらもうそれにドタマがさらにエキサイトしちゃって、おいみたいな感じで叫び出したんですよ、ドタマが。おい、やめろやめろみたいな感じだったんですけど、ちょっとね、映画、僕自身もやっぱりエヴァ好きなんで、こう使徒がこうやばいことやってるシーンにも釘付けだし、隣で一緒に見に行ってた日本を代表するラッパーのドタマが「わーい！」とか言って叫んでるんで、ちょいちょいみたいな、僕はちょっと興奮し始めちゃったんですね。で、まあそのグロいシーンがあって、で、突然な、それがバッとなんか演出上っていうんですかね、切り替わるシーンみたいなのがあって、で、病室に行くんですよね、病室。何かなと思ったら、有名なシーン、皆さん多分知ってると思うんですけど、アスカのね、
意識がなくてもう死にかけてるアスカのまあね、ワーオなところでシンジがねワーオしちゃうみたいなシーンがあるじゃないですか。そこに繋がるんですよ。そしたらドタマがですね、なんか ガサゴサ言い始めたんですよ。で、まあ、さすがにないだろうなと。映画館で人を見ててさっき叫んだしね、もうさすがにちょっと反省してて、さすがにそういうことしねえだろうなってパッと見たら、なんとですね、なんか電話してんですよ。で、なんて言ってるのかよく分かんなかったんですけど、なんか3文字をひたすら繰り返してるのだけはよく聞こえたんですよ。なんかリとトとマ、リとマ、リとマっていうのをなんかやたら言ってて、どうしちゃったのかなみたいな。なんかリとマっていう、なんかリとマっていう単語がよく聞こえてきたね。誰かとこう電話で話してて、でもただ映画ね見てる時に電話するっていうのが結構タブーなんで、さすがにちょっとそこの段階で止めたんですよ。お前ちょっとやめろと、俺エヴァに集中したいし、お前ドタマがねわけわかんないことやるの俺見に来たんじゃないし、他の人迷惑してるから、もうマジ怒られるぞと。で、電話するのは外でやれっていうことで、そのままねドタマは退出して帰ってきませんでした。で、そんなねごたごたやってるとですね、ちょっと僕結構身のドタマにねいろいろ言ってる間に話が結構進んじゃって、正直ね萎えちゃったんですよ。なんか話変わっちゃってて、気づいたらまた、ね、初号機出てきてて、なんで俺初号機出てきたんだろうと思って、その話途中見てない部分があって繋がらないから、うわー ミスったなみたいな、なんかこれなんだよこれみたいな、ドタマとね映画なんて見に来んじゃなかったと。で、NSC の同期とかとね、吉本芸人の兄さんとかね、後輩とかと比べよかったなと思って、ちょっと萎えちゃって、でもうそのままトイレ行っちゃったんですよ。で、トイレで用足してて、どうしようかなと思った時に、ちょっともう一回一から見直した方がいいなと思って、でもう映画の途中だったんですけど出ちゃったんですね。で、映画だから出て、で駅に向かって歩いてた時に、なんかすごい数のなんかなんていうのかな、警察車両じゃないんだけど、なんかそういうなんか悪い人たちを捕まえるための捜査車両みたいな、なんかすごいね、車が420台ぐらいこう映画館の方に走ってって、で捜査官みたいな人たちが「いけ!」みたいな感じでこう映画館に突入してってたんですよ。なのでもしかすると映画館の中で何かトラブルがあって、まあ、420台ぐらいの何どこか分かんないんだけど捜査機関がですね、まあ映画館の中に誰かを捕まえに、事件があったのかなんかね、犯罪者がいたのか分かんないですけど、スニッチしたのかもしれないですけど、なんか捕まえようとしてて、もうちょっとやばいなと思いました。はい、まあそんな感じでね、ちょっと僕のネタバレあんまり面白くなかったというか、なんていうか、うまく説明できなかった部分もあると思うんですけど、エヴァがね好きな人はぜひ見に行ってください。はい、今回は以上です。プッシュ。